NTT。全日本女子プロレス、通称全女は今年で創立30周年を迎える女子プロレス界の名門である。深夜11時半、これから四国巡業に向かう。緊張気味の後輩が待つ中、到着したのは全女ナンバー2、先輩の豊田真奈美である。今日も不安の車でお出ましだ。付き人の後輩がすかさず荷物を受け取る。その名は飛翔天女、実力のある花形レスラーである。続いて全女ナンバー3、井上貴子がやってきた。2匹の愛犬を連れて1週間の旅に出る。井上はまたの名をオーロラクイーン、写真集も5冊出ている。ビジュアル系人気レスラーだ。リングに登った彼女たちは華麗で大胆、非日常的存在である。しかし現実の全女は1年前に倒産。要因はバブル期に手を広げた不動産部門の経営破綻。給料も出なくなり、レスラーの多くは去った。しかしそれでも全女でプロレスをしたいという13人の向こう水が居残って、かろうじて興行は続けられている。運営資金には事欠くようになったが、全女の精神は生きている。恋する喜びも乙女の恥じらいも捨て去った新人の寮生活。たとえ不条理な仕事でも手抜きは許されない。先輩の言葉には絶対服従。すいません。後輩は朝から晩まで働いて叱られ同士。いつも言ってることやり、いつも毎日すいません、発生源するわ、後で。はい、どうもすいませんでした。台風上陸で警報が出ても試合は止めない命知らず。年間およそ250日の地方巡業、全女バスの車内はレスラーの住処である。苦しくったって、悲しくったって、しょっちゅう怪我をしたって、プロレスをやめない娘たち。折れてんね。パンの子が買ってくれたんです。いただきます。あ、こぼしちゃったよ。ん、ほら。後輩は最後の準備に駆け回る。とその時、前川先輩が来ている。後輩に用意させた荷物に何かが足りないようだ。若手レスラーの間に緊張が走る。出発予定時刻0時を過ぎても若手は一向にバスに乗り込む気配がない。高橋真由美と同期の誰かが踊ってこないらしい。何時頃出かけられました？いや、わかんないんですけど、もう近くにいるってよ。え、事件発生のようだ。真由美の胸が早金を打つように高鳴る。姿を消したのは前川先輩に叱られて出て行ったのり子だ。前女の言葉で言えば逃げたのか、つまり脱走。もうどうしよう。ねえ、もしさ、自分だったら こっから逃げたらどこに行く？私は家近いからね、地元帰るけど、友達どこに。どこにいんだよ。午前1時を過ぎた車内では、飛翔天女たちが苛立ちを抑えてバスの出発を待っている。午前2時7分、
のり子が捕まった。裏の物陰に潜んでいたところを発見されたのだ。女子プロレスラーの絶望と怒り、そして安藤を乗せてバスが四国へと走り出す。連れ戻されたのり子、涙を拭く間もなくすべきことがある。迷惑をかけた先輩一人一人に謝らねばならない。まずは豊田真奈美、そして井上貴子に。なんで？はっきりしゃべれ。あのさ、いいんだけど、ノリはさ、プロレスが好きなの？好きなんでしょ？あんたさ、前川に怒られたぐらいでさ、前川のためにプロレスやってんの？誰のために試合してんの？自分のためにやってんでしょ。なんだプロなんだよ、ね、15歳か16歳か知んないけど子供だけどプロなんだよ、ね、そう簡単にさ試合をというか仕事から逃げちゃうようなことをしたらさ失格だよ。のり子は中学を卒業してプロレスラーになった。あ、先輩の帽子が落ちてる。社内で後輩は立ったまま働き続け、先輩のお犬様は座席でゆったりくつろいでいく。東京を出発して12時間、午後2時、今晩試合をする町に着いた。若手レスラーは昼ご飯も食べずに早速リング作り。重さ30キロの鉄柱を運ぶのも筋力トレーニングの一つだというが、リング作りの間もバスはエンジンをかけたまま。どうしてかな。エアコンの効いた車内で先輩がぐっすりとお休みなのだ。控え室を整えるのも若手の仕事。今日の担当は昨夜逃げたのり子である。昨日はもう嫌になってっていうか、もうやめてもやめた方がいいやと思って、もう自信がなくなったっていうか。この野郎！のり子の母は女手一つで4人の子供を育ててくれた。その心配を押し切ってプロレスラーになった今、辛いことがあっても母に迷惑はかけられないしとつぶやく。今日も先輩を相手に全力を尽くしたのり子。リングの上で先輩はのり子の心も鍛えてくれる。でも逃げなくてよかったかもしれない。試合ができなくなったら何もやりたくないし、プロレスできなくなったら何にも楽しいことなくなっちゃうんで、戻ってきてよかったと思います。
ンニューアルバム未来。引き立て引き立て新生活。香りがさらに良くなった。マキシムマキシムユーロパン。あったらいいでしょ、新しいでしょ、HF。基本使用料いらず、手続きいらず、日本初プリペイト携帯、プリケー新登場。明るい暮らしのあふれかえるこの街を、そんなこの街をズタズタに破壊してみませんか。ゴジラジェネレーションズ。ジュインキャス。何でもすぐ飽きちゃった私だけど、今度は随分ハマってる。お下がりもらってあげる。私ができちゃうバリュースター NX。 まだ飽きない。今回はない。清流四万十川、農薬はよう考えんといかんきねや。今日のはこれだけだけ。はい。四万十から安全な野菜を、早魚太郎。エミリの質問にピポパで答えると、あなたの髪の診断が電話で受けられます。かかってこーい。今すぐ教えてあげるのに。テレフォンヘアチェックは02-1960。プルルルルルル。幸せにしてやってください。死者と生者との愛をつなぐ幻の一日、裏盆へ。仕事はやめんわ、子供は作らんわじゃな。子供ができんから離縁だなんて。何もかも失った時、恥というものを知らないのかお前は。私に生きる勇気を。負けたんじゃないんだ。27日夜9時、大阪城ホールにバイクが舞う。華麗なアクションジャンプが今年のクリスマスをダイナミックに彩ります。日本で初めての興奮アリーナクロス、各プレイガイドで好評発売中です。美しい四国の山並みも、清流吉野川の眺めも、女子プロレスラーの目には映らない。カップラーメンを食べようとしているのは、参議院選に落選して合流した堀田由美子、前女の大将である。後輩は繕い物の最中、試合で敗れた先輩の水着を直すのも移動中の大事な仕事。女子プロレスのテレビ放送が入らない街でも、試合を楽しみにしている客がいる。中西桃江の試合は客が湧く。体も小さく無名に等しい中西のむき出しの闘志に客は惹かれる。女子プロレスの面白さは勝ち負けではない、どんな人間がどんな感情を表して戦うかにある。自分は強いんだぞっていうのをとにかく見せたかったんで、他の人と違うこともやりたかったし。旅の朝、若手レスラーの仕事は出発の2時間前から始まる。毎朝交代でバスの掃除もする。今日の担当はのり子を探し回った同期の高橋真由美だ。のり子が見つかった時はどんな気持ちでしたか？嬉しかったです。やめてほしくなかったっていうか、別に同期の責任とか、仕事が大変になるかなとか、そういうんじゃなくて、自分が一度そうやって辞めたことがあったので、途中で諦めて、はい、ですごく後悔して、今戻ってきてるので、同じ思いをしてほしくなかった。真由美は小中学生の頃は頻繁に学校を休む体の弱い子供だった。だからこそリングの上で輝く強いプロレスラーに憧れ、高校卒業を待って前女に入門。今でも体力的にはちょっと厳しい。
仲間たちはヒロとパワフルになっていく。21歳の真由美、この夏を乗り切れるだろうか。1987年、中学を卒業した豊田真奈美が入った年、クラッシュギャルズの人気は竹縄。時代は全日本女子プロレスの全盛期だった。おいし新人オーディションの応募者は3000人に上り、トヨタを含む秀でた7人が合格した。あれから12年、会社は倒産し、同期は皆新天地へ去った。試合が終わると売店に直行する。売店の売り上げは今の全場を支える貴重な収入源なのだ。この代金がバスのガソリン代や怪我したレスラーの治療費になる。